経団連と労労働組組組合合のの中中、央組織・連連によるる春がが始まま各労組からは過去最高水準の賃上げ要求が相次いでいです。経団連は企業に賃上げの検討を求めていますが数値目標は出していません。 一方、連合は28年ぶりのの高いい水準となる5程度の賃上げを求めています。また、連合加盟の各労組では繊維や食品流通などからなる UA 全線が6%程度機械や金属産業などの中小企業の組合 JAM が月額1万3500円以上と物価高の中いずれも過去最高の賃上げを要求しています。